きたいと思います。メンバーの方です、お願いします。こんばんは、ジーンズソウルのタオです。中学3年生です。今日は初めてのスピーチなので少し緊張しているんですが、頑張るのでよろしくお願いします。僕は少し前までは政治に全くと言っていいほど関心がありませんでした。しかし安保法制が話題になるにつれ、政治に関心を持つようになって安保法制のことを知りたいと思い、いろいろと勉強しました。勉強すればするほど安保法制の恐ろしさがだんだん浮き彫りになりました。そして僕は行動せずにはいられなくなり、9月14日初めて国会前の抗議に足を運びました。国会前へ行くのは疲れるし、政治のことを考えるのも難しいし、面倒くさいと思ってしまいます。しかし常に自分の頭で考えて、自分の言葉で声を上げ続けなきゃいけないんです。なぜなら政治を考えるということは日常の中に当然のようにあるものだからです。中学生が国会前で声を上げなければいけないという状況はおかしいと思うかもしれませんが、こうやっておかしいと思ったことにおかしいと思い声を上げ、政治に参加することはスタンダードであるべきで、これもまた当たり前のことなんです。今まで安倍政権がやってきたことをもう一度思い出してみてください。例えば安保法制、8月30日ここ国会前には12万人が集まり、安倍政権に向けて安保法制の廃案を求める声を上げました。これだけの国民がおかしいと思い声を上げているにもかかわらず、安倍政権は民意を一切受け入れずに安保法制を強行採決しました。国民に丁寧に説明していくと言っていたにもかかわらず、8ヶ月経った今も何の説明もされていません。このような国民の民意を軽視した政治を許すことはできません。この安保法制は同じ日本人が戦地へ行き、時には罪のない民間人までを殺し、自衛隊の命を危険にさらすものです。加えて日本国内もテロの標的となり得る可能性が高まり、日本国内までもが危機にさらされているのです。このように日本を危機にさらすような法律は今すぐ廃止すべきです。もう一度言います、このような国民の民意を軽視した政治を許すことはできません。また自民党は選挙に勝ったら憲法を変えるそうです。その憲法改正草案には緊急事態条項という聞き慣れない言葉が出てきます。この緊急事態条項には緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も法律の定めるところにより当該宣言に関わる事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われている措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない、こう書いています。おかしくないですか？総理大臣が緊急事態だと判断した場合は最高規律であるはずの憲法の効力をいつでも停止させることができるということです。憲法は権力者を縛る目にあるんじゃないですか？誰のための憲法なんですか？憲法の意味もわからない人に憲法を変えることができると思いますか？できないに決まってんじゃないですか？このような立憲主義、民主主義の根幹も知らない人たちがこの国を動かしていることに恐怖を感じます。そしてこのような政権に未来を任せることはできません。このようなめちゃくちゃな政権は必要ないです。日本は今年で戦後71年を迎えます。僕は戦争を実際に経験したことはありません。また今を生きる日本人の多くは戦争を経験していません。なので本当の戦争の悲惨さは知りません。でも実際に経験したことがなくても戦争を体験した人から実際に話を聞いたり調べて
想像して考えるということはできます。第二次世界大戦後、世界では今にまで至る長い戦争が続く中、日本は戦後70年間一度も戦争をしてきませんでした。これは間違いなく素晴らしいことです。過去に戦争をしてきた国が戦争を経て反省し、絶対に戦争はしないという決意を憲法に書き、その憲法が70年間ずっと守られ続けてきたんです。戦後日本の平和を支え続けてきたんです。平和な日本を作り上げてきたんです。そしてそれは二度と戦争をしないというこの国の決意が込められた憲法なんです。最近いきなり戦争にはならないから大丈夫だよとか、日本は平和だから大丈夫でしょとか、そういう言葉を耳にします。しかし日本が今まで70年間平和だったのは日本の憲法があったからであり、戦争を二度と繰り返さないという日本人の精神があったから、今の平和な日本があるのではないでしょうか。しかし最近の安倍政権の動きを見ていると、70年間守られてきた立憲主義、平和主義の理念が根幹から破壊され、日本がもう一度戦争に加担してしまうのではないかという恐怖に駆られました。70年前の戦争のことをもう忘れている人も多くいると思います。人間は愚かだし、すぐに忘れてしまいます。しかし70年経った今だからこそ、それを絶対に忘れてはいけないんです。それを未来に伝えていかないといけないんです。今この国の民主主義、そして立憲主義は危機に瀕しています。しかしこのような状況であっても、このような状況だからこそ原点に戻ることが大切です。僕たちにできることは一つです。戦争の悲惨さや戦争をした人の思い、そして戦争を二度と繰り返さないということを後世へ伝えていくこと、そしてこれからもこの国の未来のために自由と民主主義と平和を守り続けていくことが私たちにできることであり、これが日本人の使命であると思います。そして日本の平和と民主主義を脅かす安倍政権は、今年の夏の選挙により終止符を打ちましょう。市民の力で安倍政権を大事に追い込みましょう。それを実現するために何度でも立ち上がり声を上げ続けましょう。だから僕はこれからもおかしいことにはおかしいと言い続けます。自分の頭で考えて行動し続けます。そしてこの国の平和を守るため、二度と戦争を繰り返さないようにするため、安保法制の廃止と安倍政権の退陣を求めます。ありがとうございました。